パゾパニブは、マルチチロシンキナーゼ阻害薬の一つであり、血管申請を阻害して、腫瘍の成長を妨げる。人細胞がん及び、悪性軟部腫瘍の治療に用いられる。商品名ボトリエント。日本では、悪性軟部腫瘍及び、根治切除不能、または転移性の人細胞がんについて、承認を取得している。米国、欧州、英国。 欧州等でも進行、定位性人細胞癌並びに進行性南部腫瘍について承認されている。欧州では PBS の対象になっている。卵巣癌及び非小細胞肺癌に対する有効性も示されているが、卵巣癌への適用は英国へまで却下されたほか、どの国でも承認されていない。パゾパニーに過敏症を有する患者、妊婦また妊娠している。 可能性のある婦人には近畿である。日本の添付文書の警告欄には重篤な肝機能障害が現れることがあると書かれており、中等度以上の肝機能障害を有する患者では最大対応量が低いとされている。米国の添付文書では自主的な肝障害が発現する旨が黒枠警告で示されている。米国の添付文書の警告欄に表示されている項目は 以下の通りである。添付文書に記載されている重大な副作用は、である。5%以上に発現する副作用は、上述の肝機能障害、高血圧、出血、甲状腺機能障害、タンパク尿、感染症のほか、食欲減退、下痢、悪心、毛髪変色、疲労、体重減少、味覚異常、頭痛、発声障害、嘔吐、腹痛、消化不良、 口内炎、便秘、主症、測定発赤知覚不全症候群、発疹、脱毛症、皮膚色素減少、皮膚乾燥、筋骨格痛、血小板減少症、高中級減少症、白血球減少症、貧血、粘膜炎、無力症である。過量投与時の治療は対症療法に限られる。症状はグレード3の高血圧及び疲労である。 以下の薬物が相互作用する。パゾパニブはマルチキナーゼ阻害薬であり、C キット、FGFR、PDGFR、ビグフルなどを阻害する。ありがとうございます。